浜水中の多年草。多肉で海岸の砂地に生え、食用にもされる。和名の由来は、茎がツル状に地面を張って伸びることから、ツルナと呼ばれている。地方名は、浜地社、海地社、浜名、磯名、砂かナ、りナ、など。沖縄県では、浜ほうれん草や浜名ナの名で親しまれており、沖の選ぶ島では、浜地社と呼ぶ。中国植物名は、 シュゲルキョウニュージーランドのマオリ人が食べていたことから、別名、ニュージーランドのほうれん草とも呼ばれている。箸として、太平洋沿岸の熱帯から、温帯の海岸に広く分布し、日本では、北海道西南部、本州、四国、九州、沖縄に自生する。各地の海岸の砂地や歴地に群生して自生する。多年草。果実は、 波に運ばれて海岸に打ち上げられて繁殖する。ヨーロッパでは野菜として栽培もされている。茎は高さ20から60センチメートルで、ツル状に伸びて地面を這うように広がる。やがて枝分かれして斜めに立ち上がるようになり、夏から秋にかけて高さ50センチメートル近くまで成長する。葉は五生し長さ1から2センチメートルの傭兵があり、葉身は 多肉で厚く、長さ4から7センチメートル、幅は3から4.5センチメートルで、卵状三角形かひし形。形容は、肉質で、表面は細かい粒状突起に覆われるため、ざらつき白く光って見える。肉厚な葉は、触ると耳たぶくらいに柔らかい。花期は、春から秋まで。花は溶液に1から2個付き、黄色い花が咲く。花は、定数ミリメートル。 両性、死亡回で、花弁はなく、額は4から5列して開花すると、額片の内側が花びらのように黄色くなる。湯水は10本前後、花中は4から6本。果実は、角下で、通卵形。額に包まれた4から6個の硬い棘状の突起があり、一見すると皮脂を小さくしたような形で、上部に額片が残る。熟すと水に浮くため、海流散布する。 角果を包む火火は硬く、実の中には白く人形の種子が数個入っている。繁殖食用とするために栽培することがある。栽培は容易で、海岸などで野生しているものから種子を採取し、庭やプランターに巻いて水やりすると、10日ほどで発芽する。皮皮は、堆肥腐葉土などを1から2握り程度与え、土に混ぜる程度で良いとされる。野生化した地方もあり、 自生とされるものも一部は栽培から野生化した可能性がある。現代では食用としての栽培ではなく、グラウンドカバーとしても栽培される。新鮮な形容は食用になり、水分約93%、タンパク質2%、脂肪約0.3%、岩水炭素約2%、ミネラル約1.7%のほか粘質、容量クソを含み、 野菜として販売されることもある。粘質液は皮膚の傷面や粘膜のただれ面につけると外部から保護する薄い膜を作り、腫れを引かせて治りを早める荘園作用がある。栽培もされる。夏から秋にかけて若い葉と茎を摘み取って食用にする。葉は悪や癖がないため古くから ニュージーランドのほか世界各地で食用にされており、日本の沖縄県と鹿児島県の奄美群島の一部でも食用にされている。食べた時の食感や質感は同じハモ中のアイスプラントによく似ている。癖は少ないが、臭酸を含むので食べるには茹でて水さらしするとさらに食べやすくなる。スクランブルドエッグ、ポタージュ、ごまあえなどの料理に活用される。日本では 軽く茹でて、水にさらし、野菜として、ごま和えや酢味噌和え、おひたしにすることが多いほか、炒め物や、味噌汁などの汁のみ、生のまま天ぷらにもされる。台湾では、しげる鏡や、ちょははみみのなで、野草の扱いであるが、食用にするときは、卵入りのスープや炒め物にされることが多い。豚の餌として与えることもある。花盛りの時期である5から10月頃日常部の、 形容を鼻付きのまま刈り取り、荒木ざみして日干し乾燥したものが木薬になり、しげるウと呼んでいる。胃炎や腸炎、胸焼けに効能があると言われ、しげる鏡をついた治療5から15グラムを約500から 600cc の水で半量になるまで、とろびで見つめた煎じ汁を食感3回に分けて服用する利用法が知られている。熱を冷ます薬草であることから、 胃腸が冷えやすい人や妊婦への服用は禁忌とされている。ありがとうございます。